次にコトラは実際の企業で、実際の企業マーケティングに目を向け、新規顧客と既存顧客の及ぼす影響について触れています。そして、残念ながら企業は新規顧客の獲得に努めすぎており、既存顧客の維持や既存顧客との取引拡大にはあまり熱心ではないと述べた上で、こちらの右の図をご覧ください。実際に企業は新規顧客と既存顧客に対して予算を配分する場合、新規顧客に7割、既存顧客に3割の予算を配分します。ですが実際、企業に得られる収益の 90% は既存顧客から得られるものであり、70% の予算を投じた新規顧客からの収益は 10% 程度にしか満たない。つまり新規顧客を獲得しても獲得後数年間かえって赤字になる企業も多いことが分かります。さらに既存顧客を顧みない企業の場合、こちらのマーケティング予算 70% から 70% と 30% の比率の予算を壊したりするなどして既存顧客を顧みない企業の場合は年間の顧客離反率が3倍、通常の3倍にも及ぶと、その可能性を示唆しています。例としては最近のユニクロなどの企業戦略が挙げられて、ユニクロはかつて低価格、低価格、高品質を売りにしていたが、品質の向上が顧客からは明確に見られない上の価格の上昇設定などにより、元の顧客すらも失っていく例も見られます。これらはこの顧客の離反率が 10% から 30% などに増大した例として挙げられるのではないでしょうか。では実際企業は何をすべきか。第一つ目に自分が買い手だったらこのように売ってほしいと思う方法で顧客に物を売れというマーケティングの黄金率に従うべきだとコトラーは述べています。2つ目に、顧客を引き止めてくれる最善の方法はどうすればより安価に多くのものを提供できるか常に考え続けることだとジャック・ウェルチは述べ、先に述べたユニクロの例もこれに挙げられると考えます。またこれらは同時に、また企業の成功は顧客の生活向上を考えたり顧客の成功にかかっていると思うので、コトラは同時に競合他社以上に満足を提供しなければならないと述べています。それは顧客が常にニーズを持ち続けているためであるからでしょう。では顧客の成功にかかっていると言いましたが、どのような顧客を獲得すればよいか、顧客の分類について触れていきたいと思います。具体例として顧客の分類ここに書いているんですが、具体例として、私のバイトしているオリジン弁当の実際にいるお客のを対象比較にしながら見ていきたいと思います。まず第一に、最も利益をもたらす顧客、これは現時点において最大の注意を払うそうであり、例えば具体例として朝昼晩、世間話をするのが目的で来店するおじいちゃんがいます。これらは、これらは企業に有益な客として扱うことができ、最大の注意、その顧客を逃さないために最大の注意を払うべき層であると位置づけることができる。第二に、最も成長が見込める顧客、これはできるだけ長期にわたって注意を払い続ける層、払い続ける必要があるそうです。具体例で挙げると、近くにある例えば他の弁当屋やコンビニを利用する、たまにそのオリジン弁当に来店する顧客、これは良くも悪くも変化があるので企業が注意を払い続ける必要があります。 C として第3、最も傍若な顧客、これは離反を阻止するために早期の改善が必要な層。具体例として言うと、以前はよく通っていたがメニューの改定などにより来店しなくなった客、これは人気商品の復活などをしてその顧客の離反を阻止する必要があると述べられています。第4、これは最も厄介な顧客、利益に貢献しないもしくは損失を及ぼす顧客、
実際あったんですが、先日、無線で量り売りの惣菜商品を食べ、警察を呼ぶ必要が出た青年などが挙げられます。これら、しかし、これらは維持する必要がないとも述べている上で、改心させるチャンスも与えるべきだととも追記していて、それ、料金の引き上げ、サービスの削減をする必要がある。またそれは後の構造によって企業の名声を損なう、その顧客の行動によって企業の名声を損なう危険性に絡むからであると述べています。ちょっと順番に過ぎました。もう一回ちょっと C を読んでみる。あんまり言っちゃいけないかもしれない。最も傍若な顧客です。傍若です。傍若じゃないですか。まあ、調べててください。そうなの。すみません、誰か助けてあげてください。なんて脆弱か。脆弱じゃなかった。すいません。あ、別にいいぞ。私も間違えたことありますから。だから覚えてたんです。めっちゃフォローされた。そうですよ。内容の方に顧客満足について見ていきたいと思います。そもそも現在多くの企業が顧客満足よりも市場シェアの方に注意を払っているとコトラは述べていて、ですが実際に市場シェアは過去に関する指標であって、顧客維持率の上昇には比例するので、顧客満足、これは将来に関する指標でありますが、を注視する必要があると述べています。これもこれ、この時間になって書くのが面倒になって書かなかったんですけど、15ページの4項目ある項目を見てください。実際に顧客満足度に比例して、顧客支持率も上昇するのか、とコトラ述べた上で、以下のように4つの事実があると述べています。第1に、新規顧客の獲得には既存顧客を満足させ、維持する場合の5倍から10倍のコストがかかる。第2に、平均的な企業は年間に 10% から 20% の顧客を失っている。第3、業種によって差はあるものの、顧客離反率を 5% 低下させれば、利益を 25% から 85% 増加する。第4、顧客1人当たりの利益率は維持された顧客の生涯を通して、増加する傾向にある。以上から、企業が満足した顧客の一部を常に失っていることが分かり、またその顧客の維持に集中する必要があるとまとめ上げることができます。これは顧客ロイヤリティ。さらに、単に顧客を満足させることでなく、顧客を喜ばせることを目標とすべきだと結論付けていて、これは顧客ロイヤリティ、コミットメント、つまりその商品よりもそのブランドや企業単体に価値あるものと感じる顧客層の獲得が必要だと考えているのではないでしょうか。終わりです。お疲れ様でした。